柳町達るがレーザービーム、センター守備でアピール。in 宮崎サポーテッドバイスカパー、レポート。シャープ柳町達るの注目プレイ、守備でも見せるレーザービーム発動。激しい外野手争いで強肩もアピール十分。ナイス返球。ギマナイス。柳町早球ええやん。マスをちょっとつまずいたね。ギーマナイス。ギーマの肩強くなってない？おうおう。素晴らしい。おうナイスギーマ。ナイスー。三森も外野に飛ばす意識いいよ。三塁の状況やからね。ギーマの守備は安定してるよな。柳田と近藤で指名打者を使い回すなら左翼か右翼のどちらかは開くんよ。そこに柳町だったり、野村勇だったりがハマればめちゃくちゃ強いチームになると思う。柳町達るはやる男ですよ。やべえのいっぱい。柳町は昨シーズンしぶとく頑張ったし期待してる。藤本の左右病はまさきも柳町も試したいから左右で使い分けてるところあるよね。野村勇と川瀬もそう。シーズン前でこれってゾッとするわ。強肩やと印象つけておいたらよく視力になるからな。皆さんのご感想をコメント欄に書き込んでくださると嬉しいです。高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。